日本近畿地方京都府京都市伏見区淀淀は、京都府京都市伏見区西南部の地域名。同地域に所在する京都競馬場の通称でもある。元は、淀川水系の桂川、宇治川、木津川の三河合流の地だったが、明治初期の木津川付け替え、明治後期の宇治川付け替えによって地形が大きく変化した経緯を持つ。この影響で、 宇治川の玄華堂や木津川の旧華道付近は、久世郡久美山城や八幡市と作創している箇所がある。本校ではかつて同地域に存在した久世郡に淀町についても述べる。豊臣政権下では、宇治川右岸の那須所に淀古城が置かれたが、徳川政権下では、宇治川木津川間の島の内に淀城が置かれた。淀城下は、池上町、下津町の二町に、 官営14年から同16年に行われた、木津川付け替えによって新町が加わり、この山頂は木内山頂と呼ばれた。他に、宇治川右岸の那須所、桂川右岸の水水、大始物の各一部で城外山頂が構成された。また、淀城川警戒道の宿場の一つである、淀宿塾も兼ねた。三河合流の地は、紀郡、軍、瀬軍、続き軍、 お徳に軍の軍会が接する地でもあった。明治22年の町村政志向では、木内山頂は、久瀬郡淀町、城外山頂の内那所は、紀伊郡那所村、水水、大始末は、紀伊郡から、お徳くに郡へ転属、日詰村と合併して、淀村となった。また、明治元年から同3年に行われた、木津川付け会によって、 道川の左岸から右岸に位置することとなった、鈴木軍精神、極め、水野三村は、八幡町とは別に、水村を発足させた。明治二十九年から同四十三年に行われた、宇治川付け替えによって、水村は、大技水が、道川の右岸、たのに大技が、道川の左岸に分断され、淀町と那須村は、地続きとなった。また、 宇治川付け替えと同時期に行われた、桂川改修によって淀村、大和水水、大始津の両集落が約200メートル西方へ移転となり、水水に鎮座していた友日神社が淀城内へ潜座された。那須村は1931年に京都市へ編入され、水村と淀村を編入した淀町は1957年に京都市へ編入された。 現在の町名で、淀を管しているのは、旧淀町の地域で、旧那須所村の地域は、淀を管していない。しかし、淀を管していない那須所は、淀の一部としての歴史が、最も長く、一方、淀を管している旧水村の地域は、八幡の一部としての歴史が長い。京海道の宿場で、東海道57時に数えられることもある。宇治川にかかっていた。 淀小橋の北詰めで、東海道のルートとなる宇治川右岸を進んで、伏見塾に至る淀ドと、桂川左岸を進んで、京都東寺口に至る鳥羽街道に分かれる。競馬ファンの間では、淀競馬場あるいはターンに、淀と、通称される。特に、この競馬場で実施される GI レースの天皇賞、秋華賞、菊花賞、エリザベス女王杯、マイルチャンピオンシップなどの開催日には、 全国の競馬ファンが多く詰めかける。1970年に立東トレーニングセンターに移転するまでは、旧社も存在した。ありがとうございます。